VHTS プレゼンツ BJJ ウェブ、はい、橋本キアです。ティナです。はい、こんにちは、ケニーです。はい、ティナ誰ですか？私は柔術を今1年ぐらいやってまして、うん、本業はモデルと看護師です。はい、じゃちょっと縁あって来ることになりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず、最初に、ではまず最初に、はい、選挙について。はい、選挙について。何ですか、選挙について。先週だ、選挙行きましたか？ケニーさん行きましたよ、もちろん。でティナさんは行きましたか、選挙？私はちょっと行けなかったんです、都合的に。でまあまあ、それ選挙であって、で、まあ、今回もね、やっぱ自民が ああいう風になったら消費税が今回 10% 上がると、まあ、いろいろとある中で、そこでまあ要は JBJJF の方々が、でちょっと前にね、その書類を送ったりなんだりしてた、要は候補者の方がいると、要は JBJJF の方たちが応援してるなのかな。でその議員の方も呪術を応援してると、うん、いうことで、じゃあぜひ応援してください、投票してくださいみたいになってたけど、でそこでやっぱりちょっと俺が思った、なんかちょっともやったのが、やっぱり勝手に、要は送りつけだったわけじゃない、その資料だったりなんだりって、うん、か道場に送られてる、 JBJJF の加盟の道場に送られてたり、だそれはか送りつけなわけじゃん、うん、全然こっちに何かあるわけでもなく勝手に送りつけてたら、まずそうだし、でとりあえずだから、この方は呪術を応援してくれてるから投票してください。じゃあその人が、じゃあ呪術界にとって何をやってくれるかも分かんないし、でただ闇雲にやってくれてたら、多分次に選挙があってまたその時に投票してくれる、多分それ無理だと思うんだよね。でちょこっと俺ツイッターにも書いたんだけど、要はいろんなその候補者の方々って、僕が当選したらこういうことをやりました、公約だったり、うん、はいはいはい、こういうことを政策だったりっていうのをみんなに問うわけじゃん、うん、ただ呪術を応援してるって言ってるけど、じゃあどのレベルで応援してるかもわからないし、この人がどういうことを今呪術界のため、呪術界のためっていうか JBJJ が何かをやってるのか、うん、っていうのもまずそれ見えてないし、でそうすれば逆にそこを説明すれば、あそうなんだ、で今回の選挙の投票率 48% でしょ、うん、で 52% は投票してないわけじゃん、うん、でこれってまあ呪術界全体にまあ何万いるか分かんないよ、けどその中の要は5万人としたら2万5000人が投票してないってことじゃん、うん、ってなったら、じゃあこの人が呪術界のためにこういうことしてくれてる、で会場を取るのを手伝ってくれる、この人がいると、じゃあそのオリンピック、そのアジアンゲームスに行けるようになるとか、うん、まだ日本がね、前回派遣できなかったりしたじゃん、うん、けどそういうのができるってなったら、あそうか、じゃあこの人がやってくれたらこんな呪術界にいいことがあるんだ、じゃあ投票しようって、その2万5000票が入るわけじゃん、その人たちが全員入れたらね、うん、けどそこの政策も何にもなく、ただ漠然と呪術を応援してくれる、じゃあその呪術を応援してくれてるって言うけど、どのレベルなんだってなわけじゃん、ただ会場来てただご挨拶してるだけだったら、そんなの別に過去にカンドルとかだってやってたわけだし、ってことは現役の議員さんってことですよね、次のってことなんだよね、だから今回だから落選したわけでしょ、うん、次がそうダメってことですね。だってそれがまずもやったのもそうだし、うん、で JBJJF で、まあ、この間の、ね、こともそうだけど、やっぱり JBJJF の人たちだけが、湯浅さんのその情熱大陸の時だって、まあ、JBJJF の上位団体の IBJJF の大会のムンジャルの、うん、要は ドキュメンタリーというか情熱大会で扱われるから、やっぱ JBJJ の人たちがすっげえ宣伝とかして、だから JJFJ の方だったり ASJJF だったり SJJIF の人たちは全然スルーだったりっていう、なんかそういう派閥もあるじゃん。で漠然と呪術を応援してくれてるって言うんであれば、ただ JBJJ の会場だったり、それトライフォースのジムだったりって行くんではなくて、もちろんだって他のアクシスも行くべきだと思うし、大丸も、なるほど、そう呪術を応援してるんだったら、そう全部行けってことね。そうミューズにも代々木にも来ないとおかしいってことね。結局だ JBJJF の人たちが発信してJBJJF の、なるほど、だから呪術を応援してくれてるんじゃなくて JBJJF を応援してくれてるというか、そのブラジリアン呪術、まあもちろんだってJBJJF がブラジリアン呪術っていうのを、うん、やってるから、だそういう風になってるかもしれないけどね、それをちょっと思ったのよ。あそこ気になりました。だからそれすごいもったいないことじゃん、うん、で全然、でその、まあ、もちろん JBJJF のその大会の会場を取るために、うん、取るために手伝ってくれてるとか、うん、口添えしてくれてるとか、うん、なんかごそごそ
忖度してくれてるかもしれない。いや、そういうのやってくれるかもしれないよ。この画面に映んな方がいいかもしれない。そうそうそう。けど、そういうふうななってるから、じゃあ今度はその議員じゃなくなったらそれができなくなっちゃうから、JBJJ の人たちは、じゃあ頑張って当選してもらうように応援します、なんとかしますってなってるんであれば、それ JBJJ にしか恩恵がないわけじゃん。それはそうですね。呪術界全体ではなくて JBJJF にしかその恩恵がないというか、うん、でそれじゃあ次はじゃあエジソンの大会の時に会場は取れるようになります。村田君の大会の時に会場取れるようになります。じゃあコパアクセス、うん、まあヒクソン杯の時に会場取れるようになりますってなれば呪術界全体だと思うよ。うん、けどなんかそこら辺がなんか伝え方がもったいないなと思ったんだよね。確かに。だって 48%、52% で半分以上の人たちが投票してないわけじゃん、うん、けどそんだけのことになったら、いや こんなにいいことありますよ、うん、したらだってエイストンだって会場取れねえなんだかと、うん、村田君会場取れねえっていつもタイトルリバーサイドなんてあんな浅草橋からタクシー乗って1200円とか払って行ってるわけじゃん。したらもうもっと近いとこ取れたり、でこれからオリンピックでどんどん体調取れなくなったりってなった時に、じゃあその人に頼んではできるんですか、うん、じゃあやりますよみたいになるわけじゃん。うんうんうん、だからそこの恩恵が感じられないというか、まあ、ちょっと中途半端っていうかですね。そうだからあれがすごい持ってなかったよ。だからその 52% の人たち、だからまあ仮で5万人いるうちの2万5000人がとあのと選挙に行ったらその人に入れたってなったらまた変わってたんじゃないのかなっていうのはちょっと思ったよね。うん、まあ、どの程度ねみんな行ったのかな、 そっち方面の人たちが。あれはねすごい、で本当漠然と呪術を応援してくれてるから投票してくださいってそんな言ったって無理だろうとは思わない。そうだね、直接何をしてくれてるで何をしてくれる、これから何をしてくれるっていうの。だってほらあの自民党どうのこうのってなって、ほら消費税 10% なんだかんだとか、それまあけどいろんな話があるわけじゃん、うん、で令和新党だなんだのかんだっていろんなところがこうしたらこうしてくれます、こうしたらこうしてくれますなって、そこに対して支持をするわけじゃん、うん、それもなんかただ呪術をどうこうしてくれてるから票入れてくれって、そんな難しくね。まあ、もしだって実際だって俺はそんな入れてないわけだし、まあ、向こうも分かんないけど、その政治家のその人もなんか頼んで投票してくださいって言った人たちもそこまでをちゃんと考えてないですよね、これね、おそらく。なんかだから今今回こう言ってるわけで、だ次何かあるんだれば呪術界全体が JBJJF のみではなく、だって村田君だって SGGJF の会長なわけだし、渡辺隆正先生だって JJFJ の会長というか、そういうまとめる立場にいる方たちなんだし、うん、っていう人たちがちゃんとあの話なりなんなりして、じゃあしたらみんなでやりましょう。 でこれ結構あのどこの会社だったりその空手だったりなんだりって支持母体があったりするじゃん、うんうんうん、それこそまあ、ね、公明党はね、あのそういう政治とあれがね、うん、宗教がなってたり、ね、あれがだからそういうのは別に全然だから JBJJF がそのあの応援するのは全然いいと思うよ、うんうん、だからそれでだからメリットがあるわけじゃん、明らかに恩恵があるわけじゃん、うんうん、だからそれが JBJJF だけではなくてもっと全体的にやってくれた方が応援しやすい。だから呪術界全体っていうか呪術を応援してくれてるっていうんであれば広い意味で全部やってほしいわけじゃんね、またなんか分かんないけど次にもし何かあるんだれば、ね、うん、っていうふうに俺はちょっと思ったし、これはちょっと一言言いたいなというのが、うん、今トップニュースというかあの終わったばっかりじゃん。そうだ、どうせだったら呪術みんな巻き込めばよかったのに、なんかそこだけだったのも残念ですね。だって結局その人は、うん、特に何もなくだ須藤元気が受かるわけでしょ、うん、だ須藤元気は別に呪術かなんかしてくれないわけじゃん、うん、しかもね、でもね、でも呪術かかる人気はしかもだってあの政党的にはさ、だからだって結構、ね、須藤元気あいいなと思ったけどちょっとうんっていうのもあったわけじゃんって思わない？まあまあまあ、まあ、けど受かったわけじゃん。そうですね、だからどうせそうになるんだったらすっきりと気持ちよく入れたいなっていうのもあるよね。どうでしょうかこの話。まあ、政治の首突っ込むといろいろことありますからね。そうですね。けど 48% で残りの 52% の人たちを全部巻き込むってことはできるわけじゃん次にね。まあもしそのあの方が本当にそういうのを持ってるんであれば。そうですね、今回の選挙ってもともと投票率低いし、うん、やっぱ目玉がないじゃん、何かが決まるっていうのもないし、そうだから投票率が低いとやっぱりね、うん、
今回やっぱ自民党だってなんだかんだっつって、うん、与党野党ってあって与党が強くなるのも明白なわけじゃん、うん、やっぱそこら辺の部分が、投票率を上げるっていうのは、まあ、俺たちのやるべきことじゃないけど、うん、けどその人がそんだけの訴求力があれば投票しようって気になるわけじゃん。そうですね、多分その人が分かんないけど呪術じゃあも呪術に特化した何かをや、うん、もっと言うとかやってれば票は伸びたんだと思いますけどね。ただ呪術界全体のその JBJJF、ASJJF、うん、SJJJF、うん、JJFJ の合同のイベントやりますって言ったら、うん、あ、面白そうじゃんって言って、うん、まあでも多分分かんないけどこんなこと言っちゃうあやばいのかな、なんか次の選挙で、うん、その人が呪術のことに触れるか触れないか、うん、で多分分かると思いますけどね、うん、その人が本気か本気じゃないか、うんうん、だから損得勘定でやってるのかどうかもそこも分かんないし、うん、けどトーマスがトーマスじゃダメか、で幸四郎が立候補して、うん、でもしだって議員になったら要はカルペディエム全体にとっていいことになるから、うん、カルペディエム会員たちはみんな幸四郎頑張れって投票するでしょ。しますね、それと同じことじゃん、うん、それはカルペディエム全体のいい影響になるわけじゃん、けど呪術界全体っていうからぼんやりしたわけじゃん、けど JBJJF だったりなんだりってなっちゃうから、だってカルペディエムがこうしろ頑張れってなるけどパレスの人たちは別にいいよこうしろみたいな、うん、それじゃしないわけじゃん、だからそれが今のあの人の政策というか、うん、その動きっていうのがそれに見えたんだよね、うん、ちょっともったいないと思うよ、うん、本当に、まあ、あとスポーツと政治ってなんか難しいじゃないですか、絡めるのも、うん、なかなか、まあ、もともと自分が推してる政党とかもあるし、うん、なかなかじゃあこの人に入れてねっていうのも言いにくいだろうし、いやけどあの例えばそれ、うん、あの人がすごい呪術界にとっていいことを何かやってくれるって、うん、それで、うん、あこの人は、うん、じゃあ受からした方がいいよってなったら道場の先生たちあこの人こういうことをやってるので、うん、この人に入れてくださいもしあの何もないんであれば、うん、だそれこそだって 52% ですよ、入れてないんだから、入れてないだ 今回入れてなかったけど、入れようっていうどうしても入れようっていう動機がなかったわけじゃん、けどその動機づけはできるわけじゃん、うん、したら得票率あ投票率も上がるしその人の上げる率も上がるわけじゃん、これ全員とっていいことじゃん、うん、つかそもそもその人のことみんな知ってたんですかね、いやわかんない、それもわかんないけど、だその呪術やってる人たちに届いてない可能性もあるよね、うん、ですよね、私は知らなかったです、そうやっぱそうでしょ、はい、けど俺はそのツイッターとかそういうの SNS ちらちら見るだけだったから、まあ、例えば JBJJS の人たちはみんなそれ知ってたのかな、そう JBJJF の会場とかでほら挨拶とかしてたりなんだりしてたら知ってるだろうけど、じゃあラスコの大会来たっていいし、まず興味がなかったら、そうグランドスラム来たっていいし何をしたっていいと思うよ、その人が来たって名前すら覚えないだろうしね、多分、うん、ちょっとそういうの思いました、うん、なんかちゃんとこういうことやりますみたいな意識もっとつければ良かったんじゃないかなと思う、ね、うん、そうだ、そういう何か行動付けができれば、うん、もっと良かったなっていうのが今回の、ね、引き続き、ま、応援してほしいなとは思いますけどね、だからそれこそだからあの本当漠然と呪術を応援してますじゃなくて、うんうん、今までこういうことしてくれました、でこれからこういうことしてくれます、うん、っていうなればあいいな、うん、頑張れ、そうですね、これで終わらないでほしいですね、その仕方も、次はどうなるか分かりませんけども、はい、まあ、ちょっとそれを思った次第であります、うん、ちょっとお堅いです、お堅い話お堅い話からいきましたね、ちょっとらしくないじゃないですか、政治本部切り込んでいこうかと次あたり俺が立候補するかもしれません、試しに何秒入るかだけやりません、ポスターとかちょポスター笑っちゃいそうだな、俺木谷さんのポスター貼ってやるぞこういう風にやってわかんないけどわかんないけど何秒入るかちょっと演説やりましょう、何秒入るか知りたいです、小岩駅前でわかんないよ、もう引っ越しの準備してますから、準備で、ね、卒業するかもしれないしね、そういろいろありますからね、はい、そういうのもちょっと含めて、はいはい、よろしくお願いします、まあ、次はまたあのそういうのも踏まえて待ってやってくれれば俺らだって、うん、そうですね、応援します、入れてない人たちだってティラさんだって入れるでしょ、選挙権あんの、選挙権私あります、はい、私はいや日本国籍が一番、そうそう、ね、そしたらケニーだって入れるでしょ、入れますよ、特になかったらやっぱ呪術応援してくれてんだったらやっぱこの人がいいなってなりますね、スロスだって入れると思いますよサトシ君だってさすがに、まあ、入れんじゃないですか、何もなきゃ、うん、特別何もなきゃ、そうだってね、一位さやかだのさ、なんだろう、タレント議員の方がやっぱ入れたくなっちゃうじゃん、うん、オリジナルプッチモニなんだから、ね、そうか、あの人スピードの子も出てましたよね、ああの今江里子ね、うん、じゃあやっぱそっちの入れたい気になっちゃうじゃん、じゃあの子がもし呪術やってますってなったら多分もっと良かったですね、うん、そう変な話
変な話。そうだ、そうなっちゃうよ。だってだからそっちの方が勝っちゃうわけじゃん。はいはい、それぼんやりと何かしてくれてるっていうんであればさ、なんか入れてくださいみたいな感じじゃダメですよね。と俺は感じたよね。だからもったいない、もっとちゃんと具体的なこと言ってくれたら動きやすかったなって思う、ね。大会でいうところのエントリーお願いしますだけじゃダメなので一緒ですよね。そう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 、はい、だからこうだったその一言だからこうこうこうだからこうなんですよっていう大会の告知とかだって大会やりますやもう全然今ダメじゃん、はい、だからこうこうこうだからこういうことをやりますだから、参加どうですかっていうお伺いなわけじゃん、はい、なんでその JBJJF のみんなあれじゃ得意じゃないですかそういう、うん、なんで今回その選手の人もっとしなかったの。やっぱりあの最初に勝手に送りつけたっていうのはマイナスイメージだと思うよ。なんだと思ったの、なんだってなるわけじゃん、うん、けど政治に手を出したというか、うん、だってそこに対して別に何もないわけじゃん。だってあの 会社とかあの会社だってほらあの会社の人がこれを入れなさいとか、うん、はいはい、だってそういうのだってあったりするわけじゃん、うん、それから宗教絡みだったらなんか誰々さんに入れてくれるみたいなのもあるわけじゃん。よくありましたよ、電話かかってきたりなんだりってあるわけじゃん。期日前投票一緒に行こうよ。そうそうそう、だからそういうのがあったりしたからちょっと最初に味噌つけた感はあるよね。スタートがね、うん、そうだね、まあ、でもそれを違った形でやられてたらもっと気持ちよく応援できたのかもしれないし、うん、なるほど、なんかそういう約束があったんですかね。そう、はい、じゃあちょっとそれも含めて、だから前も言うけど、まあ言ったけど、やっぱエジソンとかあんな日系ブラジル人にね、あの営業かけたら選挙権ねえから資格されてるっていう、だから来なかった。やると思うよそれちょっと本当だ。そうそうそう、やっぱ選挙権ないじゃんブラジル人。ないんですよ、ほぼないよ。何年す、永住権持っててもないんですよ。だからあの人たちはだって日本で生まれて日本で教育受けて日本で働いて日本で税金を納めてるのに選挙権はないから、うん、ちょっとだからちょっと本当にいろいろ考えちゃうよね、うん、ちょっともうそこも、まあ、そこはもうどうこう変えられるところはないと思うんだけど、まあ、外国人に選挙権与えるって、まあ、それはそれでいろいろと大変な部分もあるから、うん、でブラジル人とは、ね、限らずね、うん、まあいろいろとあるからちょっとだこれをきっかけにちょっと政治のことを考えてもいいんじゃないでしょうか。ちょっと思った政治と柔術ですね。ちょっと思った次第であります、うん、はい、じゃあそんな感じで、はい、じゃあ次の話題にいきたいと思います。はい、次の話題はアブダビグランドスラムの東京大会。はい、アブダビグランドスラムツアー東京大会今週末に開催になりましたね。で2日間、去年までは1日だったんだけど今年から2日間になりました。さらにキングオブマットっていうプロトーナメントが組まれると。これ初開催ですからね。今までグランドスラムツアーでロンドンだったりリオデジャネイロだったりモスクワだったり、モスクワもあの初めてやったんでそこでもやられたりして、そのプロトーナメントみたいなのが行われると。でそれも日本で初めて、今まで日本だと要はレジェンドマッチみたいなのをやったりされてたんだけど今回初めて行われると。これからまずいきたいと思いますね。今回のライト級トーナメントって言ったかな。で69キロだからあのざっくり69って要は IBJJF で言ったらフェザーじゃん。だからかなりフェザーの人たちが8人で出るんだけど、うん、まあざっと挙げるガブレル・ソーザ、橋本智之でジェイゴ・パト澤田信弘でアイザク・ドーダライン、チアゴ・マセド、クレベル・ソーザ、チェ・ワンキと日本、ブラジル、韓国、アメリカと、この選手たちが、ワンデートーナメントとか要はリーグ2つに分かれて争うんだけど、でこれが、行われるということで今回初めて。で本当はね、10人だったかな、10人で やってたんじゃなかったかな、けど今回8人なんだけど、これはこれで、だってほらガブレル・ソーザ去年来てたから。でジェイゴ・パトと、チアゴ・マセとクレベル・ソーザは初来日だと思います。でこういう人たちの要はあのジェイゴ・パトだってあのモスクワ大会チャンピオンだし、橋本くんは、まあ、あのムンジェラ3位、うん、去年のね、うん、で去年のグラサム東京のチャンピオンでしょ。でガブレル・ソーザってあのアブダビグランドスラム、あグランドスラムじゃ AJP の年間ランキング1位の選手でワールドプロチャンピオン、澤田選手も去年のグランドスラム東京ツアーのルースターのチャンピオンで、橋本くんはライトビザのチャンピオンかな。でアイザックだってもうこの間のムンジェラこそ負けたけどね、ブラジルエロで宮尾に勝って優勝したり、でチアゴマスルもそうでしょ。でクレベル・ソーザだって、パンダムチャンピオンで、クレベル・ソーザだって橋本向きに勝ってるわけだからね、この間ムンジャーで、うん、でチェーマーキーはちょっと最近ちょっとおとなしかったけど今回出てくるっていうことで、このトーナメントもこれ非常に見どころあると思いますね。ちなみに賞金もね8000ドルだったかな、8000ドル結構いい気が、で出るだけで、うん、
何千ドルってあのギャラが出ますからね。なるほどなるほど。でこれが、土曜日に行われます。で初日が2日間で土曜日日曜日、土曜日がこの基本マットのトーナメントと紫帯あ青帯のトーナメントですね。それが全部行われるのが、土曜日で、日曜日がそれ以外のトーナメント、紫以上でマスターアダルト、女子がもう全部次の日ですね。まず初日は初日でこのトーナメントすごいなと思うし、であとざっと、チャオビからあの主要な選手を挙げていきたいと思います。でチャオビの56キロでジョニーフ、これもあの今シセロコスタの4人衆みたいにいたじゃん。チャオビ4人衆がいたのがタリソン、ジョナス、ジエゴ・パッド、このジョニーフだったんだよね。でこのジョニーフ以外みんな黒帯に上がって、ジョニーフだけなぜかまだチャオビにいるんだよね。でチャオビに出るっていうことで、チャオビのルースター56キロ以下、あのアブダビグランドスラムはそのルースターだらライトフェザーっていう言い方じゃなくてキロ数で56キロ以下、しかもだからこれ前日計量とかだから、あの普通のレギュラーよりも楽だと思います計量は。でジョニーフと、杉本博樹、であの杉本君はこの間も、今あのモンゴルから帰ってきたんじゃないかな、はい、モンゴル、あのモンゴル大会出てましたね。でチアゴと上野の、あの上野兄弟、であと 西村雅人もちょっとここはあれだね、アクシス系の選手2人と日系ブラジリアン2人と、ブラジルの選手みたいな感じ でここもだって誰が優勝するか分かんないよね。やっぱジョニーは1枚抜けてるのかなと思うけど、チアゴとイアゴだってこの間あの全日本オープンでチャオビーデビューして片一方が優勝して片一方負けるみたいな感じで、これもどうなるか分からないし。でこので62キロが石黒翔也、鶴巻洋二、井手智郎、丹羽飛龍、まあ他にも選手いるんだけど、この4人がやっぱトップどころに食い込むんじゃないかと思います。でここに、鶴巻洋二、丹羽飛龍がアクシスで、井手智郎が、今横浜にいるのかな、で石黒翔也カルペディウムみたいな。で石黒翔也はあのムンジャルで負けて、でこの間シュートハイでもスーパーファイトして負けて、今回これでどうなんだっていうところをちょっと見たいなというところですね。で69キロが大柳君と、ホベルチのカルペディエム2人、そしてニワレオン佐野貴文のアクシス横浜の、このカルペ対アクシス横浜のツートップ対決すごいね。それそう、これもちょっといいよね、うん、あれだ違うわ、大柳君とホベルチの、このホベルチが69キロ もうライトフェザーじゃないんだね。でニワレオン佐野君だ、これもいいよね。ニワレオンだってチャオビデビュー戦なのかな、ちょっと分かんないけど。で77キロにはアンディ紫とアンディトーマス紫とケビン木村、うん、でこの2人は、うん、あの何年前かな、青帯の時の、ブルテリアオープンでやってレフリー判定でケビンが負けたんだけど、これは本当見方によってはケビン勝っ てもおかしくない試合なんだよね、うん、これな本当もうギリギリの試合だったんだよ。それ以来の対戦です。これは多分 4年ぶりぐらいの試合じゃないかな。この見どころだと思います。他にも、まあ、もちろん選手いるかこの2人がやるのかどうかも分かんないけど。で85キロは、岡澤幸太とアンディ・コング、で94キロで、レダメブツと、ロベルト・ヒメネス、これすごくないこのカードも、レダ対ヒメネス、これやったっていいカードだよね、ねえ、と思わない、そうでもない分かんない、あんまり反応ない。レダってあのこのレダメイブトシュ、フランス人、うんうんうん、でロベルト・ヒメネスはあのドミニカだったかな、どっかの選手で、だって紫組の時は階級無差別を全試合一本勝ちでダブルゴールドみたいな、ちょっとチャオビになってからちょっとぼんやりしてるけど、この間の大会でほらイゴールに勝って、うん、イゴールが1回だけ勝ったことあるんだけど、それがずっとロベルトが勝ってる選手。なるほど、そういうふうに言われるとなんか強さが分かる、強いよで120キロにイゴールなんだよ。だから本当はイゴールだって下だってロベルトとレダがいるから、あ上行った方が楽だなみたいな考えちゃった、ファット、あそうお金欲しいから、ファット忍者考えちゃった、うん、外すところはちょっとだから無差別も出てるからなるほどなるほど、だからこっちの方だってレダとヒメネスに勝たないと賞金取れないわけじゃん。手堅くいった、じゃあね、大きいけどよくわかんない人とやった方がいいじゃん。わかんない、まあすごい有名選手なのかもしれない、とりあえず俺は知らなかったから、すごいやついたらどうします、ねえ、それはイゴール読みが甘かったとなるわけだから、まあイゴールもちょっと頑張るでしょいいと思いますよ。でこれで黒帯ですね、黒帯の56キロにタリソンエントリーしたけどタリソン出ませんから、あということで戸所君、伊藤圭、澤田信弘、これ日本人の
トップ対決になると思います。伊藤健も久しぶりに出てきますね。で62キロでここがまたすごいよ。ジョナスがいて、ジョン・ガブリエルがいて、八村智之がいて、チェ・ワンキがいる、すごい。ここのトーナメントもいいよね。だってあのジョアオ・ガブリエルと橋本でチェ・ワンキーってのはキングオブ・マットチームじゃん。そこにシンクロービのジョナスが入ってきてるからね。でジョナスが誰とやっても初対決になるじゃん、これもすごいあの楽しみだと思う。橋本対ジョナスとかだとすごいあの楽しみだよね。どうなるかモダン対決になるじゃん。ジョアオ・ガブリエルが相手の光を消すあの充実が。で去年橋本対ジョアン・ガブリエルで橋本くんが勝ってるからね。でけど橋本くんがジョアン・ガブリエルに勝ってるけど年間1位はそれ以外の大会全部ジョアン・ガブリエル勝ってるわけじゃん。橋本くんには負けてるけどあの宮尾にも勝ってるし、でなってくるとジョアン・ガブリエルが今年1年の伸び率も見れるわけじゃん。去年のリベンジをするのか、それとも橋本美幸が返り討ちにするのか、そしてはたまたジョナスが出てくるのか、ここも見どころあるよね。で69キロがやばい。で J5 パッドで、リーティン、去年のチャンピオンリーティンね。でチアゴマセド、でマーション・メデル・サラーダで、アイザック・ドーダラインに超14にクレベル・ソーザ。ここはむきつくない？すごい。これ誰が勝ってもおかしくないよ。まあリーティンとかはサラーダとか勝てないと。去年の去年はパウロが来るはずだったのに来なかったんだよ。でリーティンとサラーダのワンマッチ決勝戦でリーティン勝っちゃったんだよね。けどやっぱり明らかにサラーダとリーティンってこのメンバーに入ったら埋もれてるじゃん。みんな1タイトル持ってる人たちじゃん。J5 バッター前回のグランドスラムツアーのモスクワ大会の優勝者でしょ。チェアゴマセドもキングオブマットに出る選手で、アイザクだってもうさっき言った通りあのミヤオに勝ってブラジル優勝みたいな。チョ14は今黒帯になったばっかりだけど、この間の ASJJF の韓国大会でダブルゴールドやりました。でクレベルソーザだってパンダムチャンピオンで、ムンジャルで橋本美樹に勝ってる選手だから、本当みんな一つの何かタイトルを持ってる肩書きを。だこれ誰がやってもおかしくなくない？まあまあそうだね。これもすごいと思います。だからアイザックとクレベル・ソーザがやったって、これだってあのフェザーとライトフェザーだから違うじゃん。でこれもちょっといいよね。で77キロはホブソン・タカノ、ジェイゴ・ハマーリオ、森戸慎二、森部選手、リーバイ・ジョーンズ、アレックス・モリナーロで、ここでもあのリーバイ・ジョーンズが初来日だな。あのヨーロピアン・パンダム勝ったリーバイ・ジョーンズ。あのムンジャルはね、両者 DQ で負けちゃったけど、あのルーカス・レプリ、難攻不落というか絶対王者のルーカス・レプリを破ったリーバイ・ジョーンズですよ。ライト級なのにベリンボールやっちゃうみたいな。でそこにジェイゴ・ハマーリオ、これ去年チャンピオンじゃないかな。去年決勝でクレベルとハマーリオやって、多分ハマーリオが勝ったんじゃなかったかな、違ったかな。去年勝った気がします。じゃあそうで、その去年のチャンピオンのハマーリオとそのリーバイ・ジョーンズだってやる可能性があるわけです。アレックス・モリナーロはやっぱちょっと去年のアジアチャンピオンだよね。でアレックス・モリナーロは岩崎君に勝ってますね、ヨーロピアンでね。っていうのでやっぱここら辺もやっぱ1個あるよね。で日系ブラジル人のホブソン・タカノもいるし、で森部選手、森戸慎二選手って日本のトップどころも出てくるから、この77キロはもうこれでちょっと面白いよね。で85キロが、ネイサン・メンデルソンとウドソン・マテスとトーマス・ミツですね。アメリカ人クローブ、ネイサン・メンデルソン、サンフランシスコから来た、サクラメントだったかな、ネイサン・メンデルソン来ますね。でウドソン・マテスで去年のチャンピオン、でそこにトーマスですよ。あのエントリーが間に合わない、あね、アリレジスあの、まあ、早期締め切りだと俺どうすんだよってなって、すごく滑り込みセーフだった。トーマスは過去4大会全部出てるんだから、でそういうのもアピールしたんじゃないですか。なるほど。いやもう気持ちよ、過去全部出てるんだから、俺がいない情熱伝えたんだ、グランドスラムはグランドスラムじゃねえぞっつって、一足足りねえぞっつって入り込みましたから、フランス人ってことでアウトだったってことなんだ。普通にしたらもう締められてました、どうしようどうしようって、情熱推薦部、自己推薦部、推薦部だから、これすごい。あもちろん日本人選手もいるけど、アメリカ、ブラジル、フランスですから、まさしくインターナショナル、インターナショナル、これが本当インターナショナルだ。そうだよ、どうなんですか。で去年のチャンピオンウドソン・マテスがまた今年も勝つのか。なるほどね。でウドソン・マテスだってあの今年だってね、バンバンタイトル取ってますから。で94キロ級になると、まあここでアントン・ミネンコ、チェックマットだったかな、でハイサム、アダム・ワルジンスキー、ルーカス・バルボーザ、これもどうですか。でこのアントン・ミネンコだってヨーロッパの選手でしょ、イギリス
だったかな、あっちの方の選手で、リーダーハイザーもガーナ、ガーナ、アダム・ワルジンスキー、これポーランド、でルーカス・バル、ハルク・バルボーズ、これ、ブラジル人じゃん、はい、これもインターナショナルじゃん、これ本当にインターナショナルインターナショナルですよ、茨城インターナショナルなんて言ってたので日本人しかいねえじゃねえかって日本人ばっかり、日本人はあんまりつまんなかったですそう、そうそうそう寂しく一マットでやりましたやりましただからそういうのもありますここもすごいでしょハイサムがだからアダムに負けてるわけじゃん、この間のワールドプロでもだからリマッチもあるしで、けどルーカス・バルボーザとハイサムだってやったことないし見たいですねアダム・バルボー、アダム・バルジンスキーとハルクだってやった、やったかこれはけどアントン・ミネンコとハイサムだったらどっち勝つか分かんなくない？難しい。これもちょっといいよね、94キロ級も。で、120キロ級で、うん、イ・デウォン、かつて陽介に勝った男。5-0 で陽介をチャンプ陽介にパスしましたよ。まあ、だ120キロ級だからね。確かに無差別だけど、ちょっと寸法おかしいが負けるって、寸法おかしい。そうそうないよ。そのうちの一人だよ。敗者ですから。本業敗者です。歯医者さんお金も持ってますだから歯医者さんでっかい人がこんなちまちまやってる細かいテクニックを持ってるんだと思う120キロの歯医者さん、大丈夫指とか入んのちゃんと、うん、分かんないけどでそこにジェラル・ラビンスキーとビト・ウゴじゃんビト・ウゴだって初来日でしょ違う初来日ですビト・ウゴだって今年のムンジャルのチャオビのダブルゴールで黒帯になった選手だよなるほどそういうルーキーが、ね、そうジェラルド・ラビンスキーはあの紫帯の時に日本来てあのアブダビワールドプロ予選で大雪だった時一緒に帰ったんだから俺5000円貸したんだからその5000円どうしたんですか帰ってきましたでムンジャルでムンジャルで返すからっつってムンジャルで会った時に返してくれたさすがあれだよカルバン・クラインのモデルだよそうなのすごいじゃんでそこでブラジルでも会ったからあの NS ブラザーフットで練習してますビトウゴは今年のムンジャルチャオビダブルゴールドカルバンクラインのモデルそして歯医者さん歯医者ってカルバンクラインですでも120キロだから相当でかいでしょでかいだからこれはすごいよだここまあすごくはないけど韓国ポーランドブラジルじゃんこれもえごめんなさいちょっと話あるけど、はい、イゴールも将来分かる黒帯だったらここに入るのどういや94だよね。けど94にじゃあ例えば今年黒帯になって来年出ますだったら、うん、ルーカス・バルボーザ、アダム・ワルジンスキー、リーダー・ハイサムとかに入ってくるんだよ。イゴール。なかなかの面白い試合になります。なかなか。だからさっきの話でほらハルクとアダム・ワルジンスキーに勝って、うん、チャンピオンになったらしんどいからじゃあハイサだったら勝てるかなみたいな。ジェラド・ラビンスキーだってほらモデルでしょなんかモデルイケメンなんでしょうね、うん、イケメンとブサメンでで、それはそれでいいじゃんだからちょっとそういうだからしたらもうあえてヘビーに出るのかもしれないしなるほどねなんかそういうのもあるんだなだってほらイゴールとか無差別とかも出てる人だから別に、うんまあ、そうか平気なんだよねそうそうそう多分減量して下に出るよりは上げた方が楽っていうのはあるんじゃないのかな、うん、すごいガッツあるしね別に出かかろうが相手がで女子です、うん、で女子 の55キロこれも熱いマイサーバストス湯浅利香子がエントリーしますねおこれでムンジャルの決勝戦の再戦があるかもしれないここで決まるんだでドロシーダオがいますドロシーさんーこれサンフランシスコハーフグレイシーモンカのもともとカート押しアンダーのところで今は、どこにいるんだったっけな今はまあ、サンフランシスコどっかにいます、うん、で村上彩さん元松本彩あその前は阿部彩だったっていうあの名前がどんどん変わっていく人複雑ないろいろあったみたいでで、深津沢子さんで杉内さんっていうのはだからここら辺ってもともとクインテッドでチーム組んでる人たちよはい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 出てましたねクインテッドのチームメイト対決もあるかもしれないしマイスター対湯浅さんのリマッチもあるかもしれない湯浅さんと、マイスターはだこの間ほらあの10分間じゃん、うん、けど今回は、8分あれ6分だっけだから試合時間短くなるからっていうのもまたちょっとどうなんだっていうのもあるしねで湯浅さんとマイスターの、5度目の対決になるのかな今度あ、まあ、実現すればねだからこのどういう組み合わせって多分わかんないんだけど、ね、変な感じになるからだから本当もう1回戦当たる可能性だってあるし、うん、だからこれは決勝で当たるだろうと思いきやここで当たっちゃうみたいな、うんうん、みたいなの結構あるからなんとも言えないけどね白井さんはもうそこでフルスロットル行くしかないよね、うん、チャーリーズエンジェルフルスロットルそうだから55キロ結構でも、ね、あ熱いと思いますよそうだねそれはドロシーダオーもいますからで62キロでラリサ・パエス
でイザベル・ソーザ、中尾美希、アマル・アムジャイでアレクサ・ヤネスで、この中で俺一押しアレクサ・ヤネスがこれ初来日ですからね。この子、茶帯で紫帯で、この間茶帯になってばっかりだけど、まあビジュアルナンバーワンじゃないですか。あ、それは、ティナさんよりも。ティナさん結構お年ですからね。実はいいんです、私たち柔術家じゃない、柔術家じゃないんで、子持ちのねえアラフォーですからね。いいんです、いいんです、私のそれ言ったらこっちの方がいいんじゃないですか。こっちの方がいいんじゃないですか。で、だからアマル・アムジャイは去年のチャンピオンでしょ。チャンピオンですね、去年勝ってますね。だってイザベルと中尾美希さんもいるし、ラリサ・パイスもいますし、だからここら辺のだからここで、そう、アレクサ・ヤネス、これはね、ブラジル人なのかな。アマールはね、アマールもヨーロッパどこだっけな、アマールもどっかの選手なのよ。で、日本人、日系ブラジル人、ラリサ・パイスブラジル人かな。これも結構いいんじゃないですか。62キロ、62キロ、で、70キロね、ベダ・トスカーノ、さっきのロベルト・ジメネスのガールフレンド、うん、で、ニューヨークのファビオ・クレメンテの娘。そんなマニアックじゃない黒帯になったんだよ、聞いてる人もあんま。ベダ・トスカーノもうこれも初来日だと思います、ベダ。そんなで、95キロにペッサーニャね。あ、だからこの黒帯茶帯はすごくない。でもちろん紫も見どころあると思うし、どうでしょうか、これは。で、こうなっただけでもすげえなって思うでしょ。そう、見どころがすごいね、満載でしょこの大会の。羨ましいな。そうだから本当だ、トーマス対ネイサン・メンデルソンだ、トーマスはウドソン・マテウスとか、でトーマスだとネイサン・メンデルソン、どっち勝つか分かんなくない。初対決もウドソン・マテウスだとやっぱりちょっとしんどいかなと思うかもしれないけど、ネイサンだったらいけるだろうってなるけど、ネイサン・メンデルソンだって IBJJF の、黒帯のランキングでトップ10に入ってるからね。でかといってトーマスだって去年ほらゴリラハンドに勝ったりするわけじゃん、去年、一昨年か、そういうのがあるから。でトーマス最近ほら自由が丘で先生になっちゃったから、いいかちょっとそうだから今選手としてよりも道場長みたいな方に重きを置いちゃってるから、ちょっと試合も久しぶりな感じするよね。だいろいろ見どころあるんじゃないですか、これは。どうでしょうか、アブダビグランスラム。どうですか。はい、まあ、でも楽しみですね。はい、はい、そういうのもありますので、ぜひぜひ見に来てください。見に来てください。はい、じゃあ続きまして、はい、はい、続きましてはコパブルテリア最新情報です。はい、コパブルテリア最新情報、8月11日ですね、はい、コパブルテリアで最新情報ということで、特に出せるニュースは特になし。会場は同じ場所ですか。同じ場所です。愛知県の、はいはいはい、愛知県武道館名古屋市の、はいはい、でそこで、やりますと。で今年は、翔平選手ほぼなしだけど、ない代わりに紫帯の、うん、アダルト紫帯の優勝者に、ね、チケットあげる。まあこれもまだ参加者、あれはいいじゃないですか。そう、すごいいいトーナメントになってると思いますよ。これも非常に見どころがあるトーナメントなんだけど、チケットですか。いや、それより来年のヨーロピアンパンダムンジャルワールドプロ、アブダイワールドプロのどれでもいいの。あ、どれでもいい。で、だ例えばよくわかんない人が取っちゃった、うん、で一人で行くのしんどいってなったら、じゃあ俺と便乗太郎で、うんうん、連れてきますよ。そうすれば俺がほら全部移動して何や全部できるから、はい、でそのアテンド付き。で嫌だよって言われたらそれまでだって向こうが、いや、 やっぱ途中でやっぱいいです。そうですなるかもしれないけど、それはそれでしたら勝手にその活動で行ってくださいっていうのもあります。だからそういうのでそっちの方に予算を使ったんだけど、うん、だからちょっとないのかなっていうのがまず一つで、でちょっと一つ出せるのが、品川庄司の品川さんがプライベートで観戦に来ると、うん、観戦に来るんですか。観戦来る。だって品川さんほら盆栽の生徒じゃん。あ、なるほど。そうですね。だからサトシマルキニョスが一応会場に来て、うん、でそのブルテリアのイベントだから、サトシマルキニョスはサイン会とかやるのかな、よくわかんない、ベルトのなんだりかんだりって。でそれで品川さんも来てくれるということで、観戦に来るということに、うん、まあサインとか写真とかもやってくれるんじゃないでしょうか、うん、人プライベートだけどね、これ闇営業じゃないですよ。プライベートだけど、それは吉本を通してるわけじゃないから、浮屋さんと写真撮ったら、いや、なんか助かりますよね、人は。分かんないけど、闇じゃない、半グレじゃない、全然半グレじゃない、全然違うよ。これもやばいんだから、一緒に画面に映ってるだけ。そうだけど、そういうのもあって、だから本当これはもう仕事じゃなくてプライベートで来るので、はい、闇でも何でもないです、金銭の授受発生してないので、あ、普通に観戦に来られるということで、はい、そっちはそれでお楽しみください。で、あと、物販情報といって、でここで来たわけですよ。
今回ブース出すところがブルテリアで、去年も出しましたラスコンチャス、はい、でケコアコレクティブ、去年も出しましたね、はい、でその後に、今年初ハイパーフライ、ハイパーフライジャパンが、ハイパーフライさん来ますか、とこの4つが出しますね。ということで、じゃあまずはあのブルテリアからの紹介です。でこれが今回の大会 T シャツ、なんかっこいいですね、柔ら、そう柔ら、柔ら、デザインはね春山くんですね、大会ポスターを T シャツに落とし込んだっていう。でこの T シャツが手触りがいいらしいのね、うん、本当、あ手触りいいです。どこさんですか、どこ作ったの。中国産です中国産です、中国産、へえ、手触りはいいです。本当ですか、俺来たけど分かんなくて、あ違うんですよ本当だ、本当、うん、確かに。これが定価3800円、あなかなかのけど会場限定価格2500円、これは買うしかないやばい、買ってほしい。でこれ一応黒と白がありますね。あれ白どこ行った、わからない、白も見たら、あった、あ本当だ、白、あ白もいいですね、赤が本当本当に思ってる、思ってますよ本当に思ってる、はい、どうですか、確かに柔ら、確かにいいですね、生地がいいし、はい、後ろも可愛いし、どうですか、かっこいい、かっこいいねえどうですかこれ。でほら一応ほら見てよ、ラスコンチャスも入ってんだよ。で本当だ、もうだってもう出ますね、コパブルテリアって僕ずっと出てますよ、ね、ほらハイパーフライも入ってるよ、タイトリバーサイド自体から出てますよ、ます、ね、でけどケコアが入ってないね、後から入ったから、先週ぐらいに、うん、逆に抜けちゃったところもあるんですね、あるあると思う、なんか減りましたね、そうどうですかこれ、いい、いいんじゃない、手触りいい、本当手触りいいですよ、2500円安いですよ、本当、うん、買うしかないですよ、本当、え中田さん買いますか、買います買います買います。でそれ以外にもほらこういうブラックブルー、どうですかこれ、今日何これ、今日の染めワンコー T シャツ、あこれちょっと後ろもかっこいいじゃないですか、これねブラジル人がね好きなんだよね、ピットブル、ピットブル的なやつですね、ブラジル人好きなんだよ、これブラジル人人気ナンバーワン、ブラジル人けど俺にはハマらないっていう、いやかっこいいですよこれ、ブラックブルー、これもまあレギュラー現行のやつで売りますね。でこれですよ、これも肌触りがいい、これどうですかこれ、キラキラ輝いちゃって、キラキラ、はいはい、ちょっとルチャリブレ的な感じで、でもこれあれですよね、よくある最近流行りのこれあれでしょ、だからこれこういう風にやると海外ブランドが結構そう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 、色が変わっちゃうやつ、文字が変わるよみたいな、おしゃれ、どうやこれどう文字どうやって変わるの、ちょっとこれやってやって、なんて書いてあるの、逆にすると充実、まあベタだなおいベタだな、あかっこいい、どうこれ、これは本当？中田さん本当？これもでも H&M とか行くと結構こういう T シャツ増えてますね。これももうブラジル人好きですよ。そう、日系ブラジルはもう買いますよ。これ、うん、ちょっと特殊だよね。でもすごいとこ手出しましたね。うん、ここを手出したかと思います、ね。ブルテリアってやると充実。充実。いい？いいと思う？すごいな。これはちょっとまあまあかな。黒は？ブラック。黒バージョン。そう、ブラック。ブラックブルー、ブラックブルー、ブラックブルー、ブラックブルーだ、ブラックブルーって黒い犬だよ黒いブルドッグわかんないけど、これどう、これはどうだろう、これブラックブルーが、ブラックブルーがなんて書いてますか、なんて書いてる、ゲレ、え、これブラポルトガル語、ゲヘヘロ、ゲヘロだ、戦争だ戦えみたいな、これ後ろにもあります、この黒バージョンは、はい、ファイトマシーン、いやベタだなファイトマシーン、誰の案ですか、誰の案ですかこれ、坂本さん、ケンちゃんです、坂本のケンちゃんのなんかでも分かりやすいんじゃないですかね、ブルテリアケンちゃんのアイデアですね、うーん、どうですかこれ、こういうのがここ、物販で売られるか、で、あと道着がいつも限定道着作ってたんだけど、今年はちょっと道着もなくて、で新作を、先行販売する、うん、間に合えば先行販売するかもっていうところですね、はい、ということでこの T シャツプレゼントします、視聴者プレゼント、はい、M で各サイズあります、これがブラックブルが XL、 XL で大会 T シャツ白が S、 S でこれが、M、 ブラックブル変わるやつね、そう変わるやつで、これが L かな、そう各1名様ありますので、ご意見ご感想を上応募してください、ね、メールをリバーサリングアット gmail.com の方に、締め切りは
来週です、ぼんやりと来週来週ぐらいまで出してくれ。今日何日ですか？ざっくり 24ですね。したら、8月の8月の1日2日ぐらい、次の収録はいつかな、8月の1日にしましょうかね。お願いします。8月1日に、までにお願いしますと。この T シャツ4枚いかがでしょうか。これを、ブルテレブース売られますので、ぜひぜひチェックお願いします。で続きまして、じゃあケニー板橋のラスコンブース、何売りますか。とりあえず T シャツ、今年出した T シャツとかをちょっと安めに出します。この墓場の T シャツと、はあ、最近ね、ラスコンね、道着出してないですからね、またちょっと人が楽して。 でもそれもなんか一回道着デザイン出してっつって一回出して止まっちゃってますね、うん、どこで1個多分俺のところ止まってる、うん、あ本当。だからもう今回間に合わないから、ちゃんともうちょっとゆとり持ってやります、うん、ゆとり教育ですこれ好きですか、はい、これはもう定番ですね。定番だけど忍者、呪術界で初めて忍者っていうのを多分取り入れたんじゃないですか、うん、今忍者多いですけど、呪術界けど韓国方面でちょっといろいろとある、韓国で出なかったんですそう。これがにね、このこれがそれ系なんと思われて、僕そんなイメージしなかった。あとは何売りますか。あとは新作というか T シャツも、大会用で物販用 T シャツを2柄、お新作、はい、仕込んでます。新デザイン、新デザインと前のやつを色違いとか出したり。へで、あとはまたラスコンテープだとか、あとちょっと子供道着が、うん、まあちょっと残ってるんで、それを持ってき、はい、キッズ道着ちょっとブルテレで一番売れんで、あそこが会場的に。ええ、子供の試合もありますからね、うん、はい、いっぱいありますからですね。そんな感じですかね、はい、はい、でそしてここで初めて木田さん、中田さんが何で来たのか、はい、ヌネスが何で来たのかっていうのはちょっとはい、私は今年多分それも日本の大会で初めてだと思うんですけど、 CBD オイル、そう、あ、まあまあちょっと一回話聞きましょう。クリームもあるんですけど、そうCBD、 まず CBD の説明です。ケニー知ってますか、 CBD って何ですか。 CCB じゃないですよ。何ですか CCB。 ココナッツボーイズです。ココナッツボーイズじゃないですよCBD はですね、はい、ちょっとイメージが勘違いしてる人も多いんですけど、医療用大麻なんですけど、いわゆる大麻っつうとね、そう、なんかほらこの間だって大麻所持でね、はいはい、いろいろあったりしたじゃん、うん、でつい最近だってあのドラゴンアッシュの人がどうのこうのとか、ジェシーだのっつって、あれはライズだろうっつって、ドラゴンアッシュじゃなくてみたいなのもあるけど、そういうふうにちょっと日本だとね、大麻所持っつうとあれだけど、違うんです。これは大麻のカンナビジ、カンナビジオールっていう成分だけを抽出したやつなので、これは合法なんですよ。合法っていうか、これグレーで、ね、脱法ドラッグでもないんですよ。これは全然、まあ、ヘンプのそうなんかそのオイル、そうオイルですよね、はいはいはい、だからこれは全然そういうダーティーなもんじゃないです。これはないですね。楽天とかでももう普通に、そうで、それを今回、ラスコンブースなのかハイパーフライブースなのかどっか曲がりして出すとはい、曲がりしてちょっとどっかで試飲とかもさせてもらおうかなと思って。そうそうそう、これどういう効果がありますか。そうです、これは何ですか。まずこれはですね、なんかあのオイルなんですけど、うん、こうちょっと開かない、こう垂らして飲む。あ、それ飲むの。口入れて飲むという感じで、あの口に入れるのと、あのベロとあのこの間、絶対粘膜、そうそうそう、そうするとあの血液、あの血の中に一番、粘膜に入れる時点でちょっと麻薬雰囲気ちょっと感じますか。あ、なんかこう普通に天然のオイルなので、そうで一応まあそこ薬ではないんですけど、薬ではないので、あのあくまでサプリなんですけど、うん、一応筋肉のこうリカバリーとか、うん、あと睡眠が深くなるとかと言われていて、あとリラックス効果だったり、あと鎮痛効果だったり、結構いろんな効果があるみたいだけど、それやっぱりその種類によって、これはリラックスですよ、これは鎮痛ですよと、結構種類あるんですか。ものによってはこれはこれに効きますかってあるんですか。ものによって多分アメリカとかだとすごい幅広いんですけど、うんうん、日本にやっぱ輸入できるのがまだ限られてるので、多分そんなにまだ日本だと少ないですね。そう、あの今アメリカっていうか、あのカリフォルニアは全土であのマリファナが合法化されてるから、うん、でもちろんマリファナ医療用大麻みたいなの前から OK だと、今回今は嗜好用、嗜好、うん、要はあのタバコみたいな感じで、うん、誰でも買えるようになったから、うんうん、でそれにつれてこういうのもどんどん流行っていって、今はその呪術家にもすげえ入ってるね。で呪術 の、 選手に要は
この CBD オイルで、あのハイパーフライヤーって俺 CBD の、 あのローションだったりっていうのを作ってたり、うん、してます、ね、そうで、こういうリキッドのもそうだし、であとそのな、あれは何なのかな、あの塗るやつ、いやワックスみたいな、あ、なんかあれは一応筋肉痛とかすごいこう痛みに皮膚にいいって言われてて、そうタイガーバーム的な、うんうん、でそういうのもあるので、それを今回初めて日本でお試しいただけると、はい、これは何ですか、ちなみに。これがあのさっき今金屋さんが言ってた塗るやつですね。あ、塗るやつ、バーム、バーム的なやつ。これは塗るとどうなるんですか、痛くならない。なんか筋肉痛とかで塗るとなんかリカバリーが早まるって言われてます、うん、傷も、傷が治るとかでもない、それはオンライン、傷はちょっとそれオンラインの方がいいのかもしれない。オンラインマキロン、傷はマキロンの消毒でお願いします。つばつけるときに、じゃあこれはじゃあ、うん、あの筋肉痛に効くやつ、筋肉痛とか疲労とかに、あと日焼けした後の肌とか、あ、ノン GMO ですね。ノン GMO よくわかんないけど。だからこれはあれでしょ、ノン GMO ってことは、あのあれ、あの農薬使ってませんみたいなやつでしょ。使ってないです、あの全部オーガニックのやつで持ってきてるので、うんうん、あのカルミングバーム、あ、カールミングだから、そう、あの、あれ、そう、キープカームね。はい、キープカーム。あの、冷静にというか。冷静にいきます。ちょっと落ち着かせるというか。はい、で、これと、これと、で、これが、これが、あの、さっきのオイルですね。はい、CBD。CBD オイル、こう、口にポタポタ、うん。これやるとどうなりますか、これは。これは寝る前に取ると、すごいいいって言われていて、うん、リラックス、やっぱりリラックス。けど、試合前とかに取るとどうなるんですか。試合前に取ると落ち着いちゃうから良くないかもしれないですね。ちょっとそれは個人差があるかもしれない、うん、試してもらって。その10日にやってるあの CBD っていうのは、あれはみんなリラックスなんですか、鎮痛剤なんですか、どういう意味で10日をサポートしてるんですか、あれって。あの有名なとこだとやっぱ海南とかがサポート受けてる、うん、そう、あのレッドボーイ、レッドボーイとかレッドバウイとかちょっと分かんないけど、あれこれジェサカーンとか、うん、今すごいあの推してるよね、うん、あれが今呪術界で一番メジャーなブランドだと思う、うん、あのこの間のイベントなんだっけな、ファイト2ウィンかなんかにもあのスポンサードしてるよね、出してますね、それと同じ、うん、同じのがこれだと、はい、一応やっぱ筋肉の回復でアスリートにいいっていう形で推してるかもしれない、うんうん、なるほど、あとは、あ、これだけです、とりあえず。これはこれはですね、一応あのベイプもありまして、吸うやつ、うん、吸って水蒸気ですかね、火、うん、使わないやつなんですけど、うん、これはどうしようかな、会場に持ってこうかなと、うん、あ、なるほど、だけどあんだからプーってやったらダメだもんね。そうなんですよ、でも一応まあこういうのも、まあ、参考展示的な、はい、参考としてありますとして、じゃあこれはおいくらなんですか、これが参考価格、参考価格で9800円、お高いなそうなんです、9800円でこっちが4300円なんですけど、これ何回、何回分なんですか、多分1ヶ月ぐらい持つと思います。あ、30日30日ぐらいでもいい匂いします、うん、塗ってみてください、ケニーさん。わ、あ、でもラベンダー的な、そうそう、ヘンプ、あ、でもあのコカブルテリア会場特別価格でちょっと出すので、ぜひ興味のある方は、興味のある方はで、これでぐっすり寝れると、うん、だけど寝ちゃいます、あ、でも、あ、でもいい匂いするなで、それいい匂いするためのものなの、じゃあでもリラックスするあー、成田くんが好きそうな、あ、ヘンプの、そうそう、わかるよ、ヘンプわかるよ、匂いしますね、なんかだから、けど日本でこれ合法的にそのヘンプのものが、うん、あの使えるのだとこういうのしかないもんね、うん、そうですね、うん、これじゃあこれ販売すると、はい、ちょっと販売とお試しも、お試しで、お試し価格で、ぜひ試しに来てください。これはベイプはいくらですか、ベイプがこれが1本2000、2900円とか、これカートリッジみたいな、これ1回分なんですか、あ、これが250回使えるやつ、250回、今声張りましたね、250回使えるの、250回吸えますっていう、でもプカプカが250回、プカプカが250回で、あ、そういうことか、でもこれで使い切りなので、あ、なるほど、使い切りか、え、1回プカってやるのあれ何回、あれ1回、あれ1回、あれを1回でカウントして250回プカ、250回いきます、でこれは普通のタバコとかってあれ何回吸うの、私タバコ吸わない、例えばアイコスとかだとどれぐらい、6回ぐらい吸うと多分もう終わりますね、あれ最近電子タバコ、じゃあ250割る6って何、分かんないけど、大分ない、分かんないけど40本分、まあでもベイプは結構長く吸えますよ、こういう40本分、じゃあこのベイプ40本分、あ、普通のアイコス40本分、アイコス多分6回か8回ぐらい吸ってともう多分消えちゃうの、消えちゃうとかもう終わりになっちゃいますね、これを吸うとどうなるの、これはなんか同じ成分なんですけど、やっぱより早く吸収されるので、寝る前とかちょっとリラックスしたい時とかに吸うといいと言われています。うん、あ、本当。
これ21歳以上ってこと？あ、そうです。このベープだけは21歳以上で、バームとかは子供でも大丈夫って一応されてます、うん、でこれでやったからってハイになっちゃったりすることはないんですね？はないです。でそういうの期待する人もいるんじゃないですか？そういうの期待する人はちょっと期待外れなんでごめんなさい的な成田くんはちょっと成田くん期待しちゃって、いや成田くんハイじゃなくて何まったりする系がなんかいいみたいなあの人ドーンとするの、そうぼんやりするのがいいみたいな、リラックスタイムっていうのか。じゃあそういうことなんです。じゃあこれがじゃあコバブルテリアのハイパーフライのラスコンチャスのどっかで曲がりしてやると、ハイパーフライとラスコンチャスの間でやればいい。間でちょっと間で、あ隣同士の真ん中で、はいはい、あの親戚みたいな曲がりして、そうそう曲がりしてだってこれだけでしょこれだけです。これだけもうすごい。で30センチでいいってことでしょ？30センチでいいです、うん、えこれだけ、あまあそうですね、あと下に置いておけばいいんで、あだ在庫で、じゃあこれ欲しいです、横から出すみたいな。そうですね、このなんか怪しい商品みたいな。ピラさん試合出ないの？考え中ですね。娘のドミニキは出ます。ニキ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 ゴルフでなーとか言ってドミア出る、頑張りますからね。ドミア出ます。ドミニキさん出ますからハイパーフライの道芸で出ますからね。出ます。ハイパーフライアスリートですから、ハイパーフライアスリート、ハイパーフライキンヤボーイズ、キンヤボーイズにアスリートですから2人目ですよダニール浜崎に続きスポンサーでアスリートですから、個人スポンサーアスリートで、はあ、じゃあこれもぜひお試しください。 CBD カンナビジオール、はい、カンナビジオールです。これがどういう効果になるか、多分日本でこういう風にやる機会ってなかなかないと思うので、これどうでしょうかと、うん、いう感じですかね。これから流行ります。そうきっと、でももう海外でもガンガン来てるから、うん、でそれがこれから日本でどうなるかっていうのはまずこれでお試しというか、うん、やってみていかがでしょうか。はい、じゃあそんな感じですかね。はい、はい、じゃあお便りコーナーで最後。お、はい、お便りコーナー、お便りコーナー読みますか？はい、お願いします、はい、では BJJ ウェブのお便り係宛てに来ました、はい、お手紙読みます。はい、橋本さん皆様こんばんは、ダメ野郎です。はい、うん、ダメ野郎レギュラーメンバーですねレギュラーなんですね。はい、はい、1最近気づいたことの件。はい、最近職場の上司に言われて気づいたことがあります。もともとの自分の性格もあるのですが、頭が固い、融通が効かないと言われうっせーなと正直思ったのですが、うん、家に帰ってぼーっとしている時にふと俺頭固いんじゃないかなと思いました。気づいたと、ここで気づいたと気づいちゃったみたいです。柔術、はい、においてもこう来たらこうするかとか、うん、これが正しいとかの思い込みにとらわれて頭も体も自由が効かないのかななんて思いました、うん、なんとなく成長できそうな気分になりました。そう、この気づいたこれって要はマインドの方じゃん。別に何かを覚えて強くなったとか、だからもちろん新しい技を覚えたり新しい技ができるようになったらそれはもう強くなったというか、うん、感じる瞬間じゃん。それってあ今までできないことができるようになった、成長だし、うん、けどこれって何かの気づきがあって、あこうすればいいんだ、あこういう考え方をすればいいんだって言ったらそれ全体に効果を発揮するわけじゃん。だこういうマインドのその頭の部分のその気づきっていうのは一つこれは大きいことだと思います。これ全体に効果波及するというか、考え方がちょっとだから今結構AOJ の子供たちとかもやっぱハファとかギーがすごい考え方だったりなんだりっていうのをすごい説明するじゃん。でそれを知ってるか知らないかで考え方がその考え方ができるかどうかでまた戦略変わってくるというか、でこれはもうダメ野郎がちょっと気づいてマインドの方で一個オープンマインドになったということは、これからまた一つ何かあるんじゃないでしょうか。ダメやろ、頑張ってください、はい、2番言います。これ個人名も含めて読んじゃっていいんですか？はい、いいと思います。あ、はい、2 SNS の件、最近 SNS での柔術や格闘技、うん、身近なところでは橋本さんへのバッシング、いやだから俺に対するバッシングってあったのそんな俺気づいてないんだけど、えあれじゃなくて袋叩きであったやつじゃなくてフルフォースの映像が見れないっていうやつ西の方から、いやいやあれって2ポイント入ってればカメラワークはいいんだって、2ポイント入ってないのが気になっただけで、台湾に行った時も日本で袋叩きあったじゃないですか。そういやけどあれって入ってないのが入ってる方がいいじゃん。ただそれを言ったらいやそんなことね、別に入ってなくてもいいんだみたいになるんでしょ。そんなことあんのかなって思ったけどさ、人それぞれってことですね。そういやけどあれ入ってた方がいいに決まってるじゃん、見てる人たちだってね。
と俺は思いますけど、これ長くない、これで一歩いけちゃうと、ね、それはバッシングバッシングで取られるのは仕方ないですね、はい、私、あ、じゃあ続きますね、はい、で草柳さんや、はい、連盟に関すること見るのも嫌だなと思うことが多々ありました、うん、はい、まだ実名がお約束の Facebook はまだしも、うん、匿名の SNS のマナーの悪さにへきへきしておりました、うんうん、もちろん有用なところもあるので距離感が大事だろうなと思いました。そうだからその SNS だからちょっと俺が書くとなんかそうなるっていうのは何なんでしょうかね。そんなに問題発言してんのかなって思うけどどうなんだろう。してんじゃないんですけど、いやけどちょこっとそうに書いてみんながそうに擁護するっていうことはやっぱ思い当たる節はあるんじゃねえのかな。痛いとこ疲れたなみたいな、だみんなで守れみたいななってんじゃないの、わかんないけど。どうなんですかね。まああとはだって入ってるか入ってなかったら入ってた方がよくない、見えてた方がいいとか、どのタイミングでポイントが入ったのか分かった方がよくない。まあそれはいいんじゃないですか。だってあれも荒木君がたまたま取れてなかった、取れてたらそのシーンは入れただろうし、うん、ただそれを俺が指摘しただけなのに、いやあれはあれでいいんだみたいになってるけど、本当にみんなそう思ってるのかなって俺は疑問だけどね。いや多分わかんないけど、うん、多分だけど木屋さんが荒木君に個人的にあれなんだって言えばよかったのに、あそこでもう言っちゃったから、みんなが何言ってんだあいつは、荒木君守れみたいになってる、正当化しようみたいになってるじゃん個人的にあれはっ て、 いやだからそんなさ意見も言えなくなっちゃってるのってなるわけじゃん。だけど俺ポイズン言いたいことも言えないようなかポイズン、そりまちだよ GTO だよポイズン、ポイズンが一番ポイズンだから、ポイズン沢田ジュリーしかいないんだだからちょっと、いやあれ批判でもないし、まあ、ただの意見じゃん。あ、まあこういうだったら、だから今日のドア玉に言った政治に関するあれだって俺意見じゃん。そうです、ね、こうすればこうなってる方がいいのにねって。だからカメラワーク全体はいいのよ、ただ2ポイント入ってないところが残念だったって言ってるだけの話じゃん。それをでみんながみんな、いやあれでいいんだこれでいいんだ、で映ってたらよかったのにね、なおよしってことなわけじゃん。っていうのだから華麗に福神図があった方がいいでしょ。まあ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 、華麗にで福神図もあってらっきょうあった方がいいでしょ、うん、さらにカツが乗ってた方がいいでしょ、うん、だからそれだけの話じゃん。なのに言い方じゃ、言い回しか言い方じゃない、もともと木屋さんのことがもうポイズンだったじゃないですか向こうはそれ待ってた、もう毒だったよ金毒金毒だったわけじゃん、きっかけを待った、だからもう鼻についたんじゃん、その言葉が。おそらくいいよ、だから別に俺のこと好き嫌い気に入らなくてちょっとなんかなって言うんだったらいいけどけどそういう風に意見を封じ込めるようなあ、何も言えなくなっちゃう、何も言えない時代はもうポイズンですよ、それこそそれは健全ではないと思うよ、うん、けどこういう言ったことによって荒木君だと次はじゃあポイントを入れれるようにいればいいわけじゃん、うん、あそこにポイントが入ってればだってよかったわけですよ。あるけどどうなのっていうのはやっぱ今でも思うけど、まあそこに対してまた言うといろいろと問題起こるから蒸し返すのやめます。今せっかく火が小さくなってるまた蒸し返すことになるからくすぶってる火がまた燃え出すから、そうそうそう、薪に、ね、くべるようになっちゃうから、そう石炭になっちゃうから危ないから、いやいいと思います、そういうのもけどそういうのもあったかもしんないけど、本当にもうこれもう台湾で僕と成田君が、うん、もう面白かったのかも。日本で先生すごい出てくる先生めちゃくちゃやられてますどうしたどうした、いやけど俺そんなバッシングだなんて俺は俺自身は感じてないんだけど、やっぱ俺はそれ鈍感なのかな、バッシングだったのかな、まあ分かんないけど、やっぱ言い回しじゃないですか多分、その、みんな荒木君の好き好き好きって言ってる人たちが多分そんな言い方しなくてもっていうことじゃないですか、ね、でだからそうみんなで擁護したわけでしょ、そう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 、うん、けど俺の方に乗っかる人もいるわけじゃん、うん、ね、乗っかったやつ今度発表してくださいちょっとそうですね、それがまた論戦になるわけじゃん、ま、何票入りました、1票2票何票です、アレイク結構入ってましたけど、キヤさん、ね、1、2票入ってましたもん、ね、そう、いや本当だからかもう風当たり強いなと思って、まあでもそういうことが反対派の意見があってあるか多分いいと思うんですよね、みんなが同じ意見だったら多分やばいと思うんで、いやだからあのわっしょいわっしょい身内で褒め合うっていうのは本当気持ち悪いし、こういうこと言うからこうなっちゃうのかな、いやそんなことない、これはこれでいいんだよみたいな、身内同士でいやそんなことないよ、いいんだよいいんだよっていうのって、そんなこと言ったら発展性なくない、だってけど、うん、俺はだから荒木君と近いわけじゃん、うん、でその中だからこうなったらちょっとどうなのっていうのは意見を言ったら、それに対してその意見を攻撃するわけじゃん、えそうなのみたいな、荒井君そんなに守られプロテクトされてるのみたいな、荒井君たどり着くまで結構近かったよ、
ドル上がる塔じゃねえけど1個ずつ上がっていくみたいな、スパルタ X じゃねえんだからさ、一人一人倒していかないといけないみたいな。やばいじゃん、キーヤさん平屋じゃないですか。もうすぐに開けっぱなしだよ、玄関開けっぱなしだよ、下町だけに。すぐ開いちゃいます。いやもう参ったよ、だからまあ、でもまあこういうふうに笑いにつなげていけばいいじゃないですか。別に木屋さんも別に悪気があって言ったわけじゃないです。言って悪気じゃないよ、だって批判じゃないじゃん。だからそう思ったっていう意見なだけで、ふざけんな荒木君、あんなのしょっぺえなって言ってるわけじゃないんだからさ、目の敵にする必要なくねみたいな。袋叩きになってましたね。いや袋叩きかどうか分かんないけど、あそんなにじゃあみんな気にしてないんだっていうのをちょっと思った、まあ、けどあんなって失礼だけど、本当にあの試合展開もそうで、明確にどこでポイント入ったと分かんない状態で終わっちゃったから、えこれどこで入ったのってのは分からないから、ポイントを入れるところがあれば分かったのにっていう意見じゃん、うん、それに対して、いやこれでいいんだいいわけねえだろっていうのが俺の意見だけどね。けどみんながいいっていうならいいんじゃないですか。でもちろんだって荒木くんお金を払って、仕事を依頼してる人、うんうん、だ俺だったらいやあんなのどうしようもねえだろってなるけど、俺が金払ってるわけじゃないし、ただで見てるわけですし、まあ、でもそういう要望もあったですよ。そう臨場感がある映像にしてくれっていうのもあったんじゃないですか、その依頼主から、うん、でやっぱそのプロレスで荒木くんの、そのいや俺はこれでいくと、プロレスを見本にしてるって言って、プロレスと充実一緒されても困るなっていうのも あったと思ったんだけどね。プロレスは全体の流れが最後フィニッシュはだって3カウントなり、うん、1本なり、あ1本とか3ミッションなりリングアウトなりって、その結末が分かってるわけじゃん、うん、けどその呪術っていうのはその過程でこうなってからこうなってこうなって最後こうなってからドッカン来るみたいな、うん、その過程があるわけじゃん。だからそこが分かんないから本当もやったっていうのが俺の意見ね。けどそれでいいんだっていうんだったらいいんじゃないですかって話でいいと思います。まあいろんな意見があっていいと思います。はい。だからといって俺の言論統制みたいなのやめてください本当に。いやけど言うけどね、さすがのポイズン橋本も傷つきますよ、何で言われたら。いや傷はつかないんだけど、こういう意見で、あこの取り方でじゃあ肯定されちゃう、じゃあこの人たちは試合の流れを見るんじゃなくて全体像として見ちゃってる、ぼんやりと雰囲気、こっちは勝ったけど、勝ったけどどこでポイント入るのかわからないけど、こっちは勝った、あそうなんだみたいな、けどここであこういうポイントがここでポイントが入ったんだ、ここでこういうアドバンテージになったんだ、あこの状態だったけどアドバンテージで終わったんだってなれば、あレフリングっていう、あそのレフリングが正しいかどうかもだって分からないわけじゃん、うん、このレフリングっていうのは2ポイント入ったらそこが妥当なのかどうかっていうのも分からないわけだし、ほんとぼんやりしちゃってるから、ほんともやったわけだし、でそれでもいいって言うならいいんじゃないですか。俺は嫌だけどね。俺は嫌です、明確に。だからレフリーのアクションまでは入れてほしいし、そうすればあここで2ポイント入ったんだって、じゃあ石黒翔平が2ポイント追う展開になって、うん、でそこが見えるから、あれこれいつなんだあれどこだったのかな、だから本当競ってる試合だったわけじゃん、アドバンテージで終わったりなんだりっていう、あじゃあこれはアドバンテージだったんだ、じゃあ最終的にはじゃあどこで2ポイント入ってたのっていうのが俺の最初の第一印象ね。 2-0 で勝ったはずなのに、この2ポイントはどこで入ったんだろうってのは分からないっていうのは俺の意見じゃん、うん、あれでここで2ポイント入ってるっていうのは会場で見てた人だってのは分かると思うよ、その場で見てんだから。けどそうじゃない人で、あの試合映像からあれを読み解くのは絶対無理だよ。それでもいいっていうのは別にいいよ。いいよそれは。着火しちゃった。着火。それは別にいいけど。着火させちゃったとかしてほしい。ちょっとちょっとだって。いいよ。ツイッターがちょっとおとなしくなっちゃったからつまんないんですよ。いやだからもう政治口出してなんだりしたくないけど、ただ思ったことはこう思いましたっていうのを主張はしたい。はい。じゃあもう木屋さんが次もう関西で大会やりましょう、じゃあ一回。これでわかりますよ。関西を敵に回すなよ。大会コパキンやりましょう。コパキンや冗談がねえよ。なんだ敵みてえじゃねえか。いいじゃねえか、片玉だって。片玉なめんなっつんだよ。やりましょう、やりましょう。何試合成立するかちょっと楽しみじゃないですか。もう名古屋より先行かないから、名古屋より先行かないから大丈夫だよ。俺飛び越えて福岡、そう飛び越えて飛んでイスタンブールだから。はい、そんな感じですね、はい、いろいろありましたので、はい、ただ最後いろいろありましたけど、それはそれでいいと俺は何とも言えません、別に。
だって結局だってもう 1-0 で言えばああいうあんなって言っちゃ失礼だけどああいう映像だって残ってないよりいいわけじゃん、うんうん、ただあそこに入ってるのもってよかったけどそれであれであこういう試合だったんだって見れるんだから、うんうん、だから 1-0 でありかなしかつあれでも別にないよりは絶対いいと思うのでそれはそれで貴重な仕事をしてくれてると思ってますのでだからこれからほら全日本選手権ね、うん、もう再来週やるけどだってそれ俺見に行けないからで今回だってね、そう、慶太郎対イゴールの試合どうなるんだ、うん、内山さん対岩佐さんどうなるんだ、うん、それをまたどこでポイントが入ったか分かんないようにやったらまたもやるみたいになるから次はいいねって言ってくださいそう、そこでちょっとね、ちょっとそのそうならないようにこうなってればいいなって希望を伝えさせていただいたので、うん、それをちょっと期待したいと思います。はい、すいません、そんな感じですね。ちょっと楽しんじゃいました、すいません、はいいろいろとありました。はい。じゃあそんな感じで VHS プレゼンツ BJJ 部橋本キアでした。ティナでした。ガスコンケニーでした。はい、また来週お参りかかると思います。さよなら。